メインなのにサブチャンネル赤髪のサブローでございます。全然投稿あげないじゃんとか言わないの、あざっす。はい、動画全然あげなくてすいません、申し訳ございません。ですね、最近新人さんとかも増えまして、こう教えてたりとかしたりとか、あとはやっぱ後ろで見られたりとか横で見られたりとかすると撮りづらい、正直撮りづらいです。なのでもうしょうがないので、ぼっちでちょっと時だけ撮ろうかななんて思ってはいるんですけども、まあ、なるべくね2人いる時とかでも撮ろうかなと思ってはいるんですけど、まあそんな話は置いといて動くしょう、ね、ああいうクラクション鳴らすとあんま好きじゃないですね、やめてほしい。まあ、それの話も置いといて、すみません。今年か。今日なんですけど、今年いっぱいやろうかなと思っているイベントの告知をさせていただこうかと思っております。内容がですね、先月ランキングに乗った県、静岡県を抜かすので、ベスト4馬ですかね。静岡県が大体多分1位に来るので、その2位、3位、4位の県の方が対象の引けるくじっていうのを、やろうかなと思ってまして、例えば1月のランキングベスト4の人たちは2月に引ける、で2月のランキングに入った人は3月に引けるっていう形で一つ一つ更新していこうと思っております。まあ、内容がこちらになるんですけども、ちょっとこういうボードを使わせてもらったんです。ちょっと見づらいので、まあインスタとかにもね、そういう動画とか、動画じゃねえ、ね、ポップとか載せるので、ぜひご覧ください。で、まあ、こちらにも注意事項を書かせていただいたので、ちょっと読ませてもらいますね。まず、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ静岡県にあるので、この案内所自体が。なので、静岡県の方が来るのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前。言い方悪いですけど。なので、静岡県の方は対象外させていただきます。で、静岡の方は出戻りやっぱしやすいので、もうずっとやってる出戻りのくじとかもあるので、そちらを引いていただこうかなと思っております。で、2つ目ですね、態度の悪い方、酔っ払いすぎてる方、同業者の方、こちらは対象内の件でも対象外になります。よろしくお願いいたします。まあ、そのくじの中には店名とサービス内容が書いてあるんですけど、その店によっては同業者禁止のお店もございますし、酔っ払いすぎてると単純にお店の方に迷惑かけます。で、態度の悪い方に関しては私は一切装着しませんので、はい、それはもうくじ引くれとかの話じゃなく装着をしないので、なのでもうその3パターンの方はちょっと僕の判断で対象外になると思うので、ちょっとご利用の時は気をつけてください。で、3つ目ですね、やっぱ1人1個引けるんではなく1組に対して1人引けるっていう、代表者が1人引けるって感じですね。それでやらせていただこうと思います。これも理由があって、バラバラの時なんですよ。僕東京、僕大阪っつって会社内で集まってて、それで集まってるパターンなので、その1組の中に対象者がいたりいなかったりなんですよ。なので、それもあるので、代表者は1人って形にさせてもらいました。で、ですね、4つ目、その件の、まあ、疑うわけじゃないですけど、証拠をやっぱもらいたいなと思うので、身分証を掲示してもらいます。はい、例えば、東京に今出張で行ってて東京から来てますっていう方でも出身が長野だったとかあるじゃないですか。そういうパターンもあるので、まあそこは臨機応変に対応させてもらうんですけども、基本的には身分証通りの方でやらせていただきます。よろしくお願いいたします。で、5番目ですね、これやっぱお客さんも酔っ払ったりとかお酒飲んであるので、やっぱノリがいいじゃないですか。なのでちょっとこのサービス内容やだなってなったら、引き直してよ、引き直させてよ、絶対言うんですよ。なので、もう最初に言ってみます、引き直しは一切できません。それだけご了承ください。もう引いた1個でですね、あなたの運次第なので、そこはよろしくお願いいたします。で、こちらなんですけども、週末金曜日土曜日、あとは祝日の前日ですねに関しては、
行いません、イベント。まあ、これにも理由がありまして、引くじゃないですか。その引いたお店が入れない可能性があるんですよ。やっぱ忙しいので、週末だと。なので、週末以外やらせてもらいます。なので、それだけご了承いただければなと思っております。まあ、一応ね、もう1月も26なんで、あと5日かなしかないですけど、で、今日、明日は対象外なので、実質3日間だけあるんですけど、愛知県の方、大阪府の方、神奈川県の方、この3県は引かせてもらおうかなと。ちょっと作るのが遅かったので、イベント考察とかずっと考えてたんですけど、なかなかなかったので、それでやっぱやらせてもらおうと思ってるので、ちょっと3日間で少ないですけど、まあ、来月乗るようにちょっと祈っててください。じゃあまたこれはもう本気で2月からがっつりやらせていただくので、よろしくお願いいたします。久々に結構喋りました。最近やっぱバイトさんにメインで案内してもらってるので、僕があんまり案内するのを避けてるんですよね。僕がやっちゃったら成長ができないので、それで僕がね、喋って僕の見ててくださいでってやって、それで案内ができるかって言ったら、まあそうではないので、でその人その人でその喋り方とかも違いますし、僕みたいに喋ってって言って喋れるわけではないので、その人なりの喋り方ともありますし、その人なりの説明の仕方とかもありますのでね。だからこうやって長く喋ったのって結構久々でございます。いや、やっぱ喋るの楽しいですね。うん、で今日は多分ぼっちになっちゃうので、今日はちょっと今バイトさんが昼間の仕事の関係で遅れてまして、まあ 昼間と掛け持ちでやってるんでね、それはしょうがないことなんですけども、なので今すごくぼっちなので暇だったので動画撮らせてもらったんですけどね、いっぱい喋りたいんで、よかったら案内所よろしくお願いします。ではチャンネル登録、高評価、コメントはいらないので、ご来店よろしくお願いいたします。 See you!